皆さんこんにちは、アンキロン TV です。今日はですね、何本か、浮かしている瓶があったので、ちょっと掘ってみたいと思います。川西が4本、この 16.6 っていうのはねメスなのかな。メスだったらいいんだけどな。あとこれちっちゃいのね、のせ YC 20mm 20g、あと埼玉ですね、F5 25グラムと、あと V さん 25.5グラムですね。まあ V さんから。じゃーん。じゃーん。お。もうかっこいい。やっぱこのね V さんは素敵ですね。顎の重なりがね、わかるかな、ね、こう見るとようわかると思うんですよね。こういう感じでね、こうね、かっこいいです ね、はい、ね、さあ果たして、ね、何ミリぐらいあるのかな。そんなに大きくないですね。74.7、79なんで一応7にしておきましょうね。まだ縮むかもしれないね。74.7 ね、結構いいですね。形状もね、かっこいいな。はい、次、埼玉ですね。埼玉 F5、 これルイダーしてるやつですね。25g です。最終ね、あ、まだね、赤いな。じゃーん、ね、ちょっと計測はやめときましょう。まだ、こんな感じですね、はいはい、紹介だけ、はい、埼玉です。 F5 はい、次がね、のせ YG。 これはね、ちっちゃいんですね。 20g から、オスだったような気がするんだな。ね、ちっちゃまだまだね、チビです。ちょっとまだ ね、お腹赤いですね。のせ YG って感じですね。けどね、ちっちゃいけど顎もね、 70mm69.8 69ですね。ね、69ね、また後で計測します。よいしょ、はい、続いて川西ですね。これがちょっと気になったの、これメスだったら結構大きいのかな。だって16か、まあ、オスで16ってあんまないんで、確かメスだったような気がするんですけど、メスですね。なかなかいいですね。まあ中の上って感じですかね。 53.4 ですね。13.4 です。よいしょ、はい、じゃあ続いてですね、
28g かな、ね、も浮かしてるでしょう。おお、これはすげえいいな。なんじゃこりゃ、これはかっこいいですね。まだ浮かしたばっかりだけど、これ雰囲気ありますね。この全橋、どうですか、これいいな。サイズはねそんなにないと思うんですけど、ね、ちょっとね、ちょっと軽く測ってみますね。結構ある、75はあるな。80近くあるね。81ぐらいですね今。28ミリから81でこの形状はなかなかね、いいですね。28なんでね。今まあまだまだちょっと縮むと思うんで、80ぐらいで止まってくれればいいかなって感じですかね。はい、これも、もうねこんな感じで、なんかいいですね。みんななんかいいですね。お、これなんか顎が長いな。顎が長くて太い。これはなんかうちではねあまり見ない。おー、これ6の2か。すごいな。これはいいですよ。どうですか。なんかこのね、前橋を頭のね、このここがなんかすごい一気にえぐれてるんですよね、ここね。何なんだろうこれね。ただ顎は周りと太いで、太くてねこれ長いですね。ね、サイズはね76とかかな、76とかぐらいですね今ね。7ぐらいあるんで、まあ6ぐらいに収まりそうだな。これすごいな。これなんか頭がすごいな。ちょっと面白い。なんか初めて見る頭だ。最後は 30g のね、さなぎだったやつが浮かしてどうなってるかなっていう感じですね。どこに？じゃん。同じね、6の2ですね。あ、これはね、さっきより全然顎が長い。長い。これなんか顎の長さが出るね。なんだ？なんでだろう？ 6ですね。6番ライン。30g だけど、そんなにない。太くもない。そんなに太くもないけど、75ですね。75。76あるか。76.3 ですね。もう固まってますね。こんな感じですね。どうですかね。まあ悪くはないんですけどね。ちょっと細身かなって感じですね。はい。
はい、以上ですね、3、4、5、6、7本ですね、今日は、掘ってみました。あとね、羽化してそうなのはメスで何頭かだけですね。オスはもういない感じです、ね、やっぱこの V さんが私はちょっと気に入りましたね。これいいですね。このね、重なりがいいですね。 V さん、これぞ V さんって感じのあたりですかね。ね、こうどうですか、これこんな感じですかね。以上、アンキロン TV でした。さようなら。